2020シーズンのプレナスなでしこリーグは新型コロナウイルス感染拡大防止の対策を取りながら観客を入れての開催となっています。なでしこリーグ公式 YouTube チャンネルでは一部リーグの全試合を生中継で配信いたします。神奈川県相模原市にあります相模原祇園スタジアムです。この時間は2020プレナスなでしこリーグ一部第17節野島ステラ神奈川相模原対伊賀 FC くのいち三重の試合をお送りします。実況は柴崎博史でお伝えします。なおこの試合 YouTube 配信をしている関係で音楽著作権に配慮するためキックオフ直前まで音声をオフにして対応させていただきます。ハーフタイムも同様の対応になりますのでどうぞご了承ください。上空は気持ちのいい青空が広がっています。雲一つありません。絶好のコンディションの中でゲームの方が始まろうとしています。左サイドに野島ステラ神奈川相模原、右に伊賀 FC くのいち三重です。こちらが野島ステラ神奈川相模原、ここまでは4勝2分け10敗の勝ち点14で8位とやや苦しんでいます。現在4連敗中ですが、そのうち1点差ゲームが3試合と内容は競っています。今シーズンのホーム最終戦で連敗脱出といきたいところです。対します、エンド変わります、伊賀 FC くのいち三重、こちらも3勝2分け11敗の勝ち点11、得失点差で9位と低迷しています。今は6連敗と長いトンネルに入っていますが、選手は連敗ストップに向けて全力プレーを見せています。選手たちがエンジンを組んで気持ちを一つにします。ピッチ上画面左サイド、ホームの野島ステラ神奈川相模原、そして右サイドに伊賀 FC くのいち三重です。前半の45分は野島ステラ神奈川相模原のキックオフで始まろうとしています。風が今はほとんど止んでいます。凪の状態、すでに選手たちはそれぞれのポジションに散っています。いよいよリーグ戦も大詰めを迎えて第17節、今前半のホイッスルが吹かれました。中野のキックオフ、まずは野島ステラ神奈川相模原のキックオフで前半戦が始まりました。空中戦から赤と青のユニフォーム、ゴール前に早くも行っていますが、ちょっとこの辺りはこぼれている。野島ステラ神奈川相模原、早くも攻め込んでいます。右からクロスを上げることができるかどうか、かわす2人がかりで守りに行く。ここはなんとかクリアしました。まずはゲーム開始直後からゴール前攻め込んでいきました。野島ステラ神奈川相模原、14番の田中芽生のスローイン、このボールがタッチライン手前、ピッチを外にボール出ました。スローインです。右サイドから14番のまた田中芽生のスローイン、野島ステラ神奈川相模原、チェックに行く。前線には伊賀 FC くのいち三重、西川がいますが、高いボール、福住がやや高いボールを蹴り上げました。ヘディング、この辺りは森、伊賀 FC くのいち三重、縦へ、なんとか前線にクリアした形。伊賀 FC くのいち三重、ここに選手はいませんが、前へ送る野島ステラ神奈川相模原、少し高いボールヘディング、まだ外に出ていない。ここで今ようやくタッチラインからボールが外に出ました。伊賀 FC くのいち三重のスローイン、長いスローイン、西川が走っていきますが、外にボールをコア出しました。野島ステラ神奈川相模原、今日は27番の福住空、今度はやや攻め入って東のスローインです。伊賀 FC くのいち三重、左足の東、切り返して中に入っていこうというところですが、今度は逆に伊賀 FC くのいち三重が攻め込もうというところ、高いボール、これも外にどうやら出ていきそうです。立ち上がりから両チームそれぞれのゴール前攻め込むシーンが今何回か見えています。クリアする6番の松原、今日はキャプテンマークをつけています。野島ステラ神奈川相模原、6番の松原、またスローイン、その松原、そして東か、東か、左足でグラウンド折り返す、しかしここはクリアを縦にする。今度は一変して攻勢出ています。伊賀 FC くのいち三重、またスローインが続いています。佐久間のスローイン、南野、そして松原、縦へボールを出す。ここにはワントップに中野がいますが、激しく争う畑中、2番ボールを取る杉田亜美、こぼれたところ田中、
南野、そして右サイドからボールが外に出ました。目まぐるしく前半試合が始まったまだ直後ですがボールが動いている感じになりました。では両チームのスターティングメンバーをご紹介していきましょう。ホームの野島ステラ神奈川相模原です。ゴールキーパーは1番久野吹雪、ディフェンダーは6番松原有沙キャプテンです。27番に福住空、19番鈴木彩香、宮迫が縦、左から野島ステラ神奈川相模原、今度はサイドが変わっていますが右足でゴール前にボールを出す。ここはオフサイド、旗が上がっています。メンバー続きましょう。野島ステラ神奈川相模原です。ミッドフィルダーは14番田中芽生、18番平田光、26番は石田千尋、11番に佐々木美和、フォワードは10番南野有沙、24番中野真奈美、7番は川島春菜です。監督は北野誠監督。伊賀 FC 区の一見、ゴールキーパー23番伊佐志楓、ディフェンダーは3番松久保明、13番宮迫玉美、2番畑中美優香、18番は東夏希です。ミッドフィルダーは22番鈴木千尋、10番キャプテンの杉田亜美、8番は佐久間小鳥、17番森瞳、19番に安西由香、5番は石川飛鳥というスターティングメンバー。ゴール前へまた攻めていく。最後は杉田亜美には当たっていますが、野島ステラ神奈川相模原、ここは田中、タッチラインからボールが外に出ています。エギャー FC区の一見は大竹直人監督。スローインでボールが中に入る。どうしても両チーム今日は勝ちたい、連敗を脱出できるかというゲームです。少しこの辺りはペースを握り始めている感じの伊賀FC区の一見、左の佐久間からスローインの中にボールが入る。森から、この辺りは22番の鈴木千尋を経由しようというところですが、松原左足で大きくサイドを変えてきました。逆サイド、ここには11番の佐々木美和がいます。佐々木左足で中に入れようというボール、まだ攻め込んでいますが、ここは激しい攻めぎ合い。中野、まだ佐々木がボールをキープする。安西がマークについています。以外不思議の一塁へ、左コーナー近く、ここはコーナーキックを取りました。攻め込んで待つ最初のコーナーキック、野島ステラ神奈川相模原です。11番の佐々木がキッカーとしてボールをプレスしました。近づいていったのが平田、右足後ろへ大きく変化をつけてきました。左足でゴール前に上げてくる。そのままゴールラインを割って触ってはいました。最後はディフェンダー触りました。伊賀FC区の一名の選手に最後ボールが当たって、今度は逆方向、右サイドのコーナーキックになります。続けてのコーナーキック、野島ステラ神奈川相模原です。今度は左足、伊賀 FC 区の1名の選手は全員ゴール前に戻りました。中野のニアサイドへのややふわっとした感じのボールですが、中にボールを入れる佐々木、ここはクリアする。大きく前線へ、このボールはタッチラインを割ってメインスタンド方向に転がってきました。スローイン、田中です。これは直接外にボールが出ています。上空からは柔らかいこの晩秋の日差しが照りつけています。裏を取るところ、バックパス福住、ゴールキーパーの久野、落ち着いていますが、これはカットする。ここはチャンスになるが、最後は西川のシュート、最後はガッツポーズ、相手のミスから先制点、5番の西川。伊賀 FC 久野一三重、豪快に右足を振り抜いてきました。5番の西川飛鳥、先制点です。前半の8分、早くも点が入りました。試合が動いています。
晴天は伊賀吉久の一尾へ、石川の右足のゴールが決まりました。ちょっと野島セラ神奈川相模原ゴールキーパーからのミスが失点につながってしまいました。また右から深く攻め込んでいく杉田美がゴール前、ニアサイド西川がまた行く、ゴールキーパー今度は久野がキャッチしています。今は伊賀吉久の一味へ、先ほど先制点の西川とちょっと体を寄せていきました。今ボールを蹴って松原縦へ出しました。まずは先制点を取りました伊賀吉久の一味へ、ボールは外に出ています。田中のスローイン、ホームの野島ステラ神奈川相模原が追いかける展開。ここはファールをもらいました。佐久間がファール。なおこの試合は主審が坊園誠さん、副審は関根一馬さんと山口浩太さん、第4の審判員は馬場雄介さんで行われています。フリーキックのチャンスを迎えました。左足は中野、右足は11番の佐々木がいます。中野のライナー性のフリーキックのボール、佐々木が拾う。そして中野戻して福住ハイボール、ここはホイッスルが吹かれました。ファール、野島ステラ神奈川相模原の方にファールがありました。前半早くも試合が動いています。8分、伊賀吉久の一味へ、西川明日香の先制ゴール。西川は今シーズンこれが2点目、貴重なこの先制のゴールとなりました。うまく抜け出そうというところ、縦へボールを出す、中野へのパスですが、後ろからカットに行こうとしたのは2番の畑中。まあ、ただ先制点を許した野島ステラ神奈川相模原ですが、まだ試合は始まったばかりです。佐久間のクリア、縦へワントップ、先制ゴールの5番の西川がいますが、ここは拾うのは安西、一旦戻す。そして佐久間、このパスをまたカットする。いい出足は14番の田中でしたが、リードをされた野島ステラ神奈川相模原、ホームのサポーター、大きな大きなこの太鼓の音がスタジアム中響き渡っています。松原のボール、前には川島、しかしクリアする。最終ラインです。ここに今日のキャプテンマークをつけている松原、縦へ出す川島、左に佐々木ミバーがスペースがあるところ、いいところにボールを出した。佐々木が前に行く、松久保が対応している。後ろから今度は逆に伊賀吉久の一見へ、キャプテンの杉田亜美クリア。そしてスローインに変わります。バックスタンド方向、今はほとんどこの上空風がなくなりました。ここは追いかけていく福住、外にボールは出ていません。前から狙っていく、先制点も相手のミスからでした。左足でゴール前、西川ですが頭には合わない。キーパーから久野から松原、よく見て、ここに南野がだいぶ下がったところでボールをもらいました。ここは川島、
オフサイド、旗が上がっていました。先ほども1回オフサイドがありました。野島ステラ神奈川相模原です。深く攻め込んでくるゴール前シュート。いやしかしキーパーまだあるが、いいシュートですが、ここはキーパーの久野もよく反応しました。ナイスセーブ。スローインです。松久保のスローイン。安西から松久保、もう一回後ろへ戻す。高いボール、森がいますがヘディング、丁寧にキーパーの久野、そして右へ田中、今日先制点以外不思議の一味へ3試合ぶりの得点ということになりました。松原カット、ハイプレス、前からプレッシャーをかけていきます。以外不思議の一味へパスを通させない、頭で外に出したのは佐久間です。スローインへの対応は22番鈴木千尋です。以外飼育の一味へダイレクト、ここは中野、後ろから、ホイッスルが吹かれました。ファールは野島ステラ神奈川相模原の方でした。キーパー伊佐志から佐久間、左足で縦、西川が絡んでいこうというところですか。頭で畑中、しかしそれをカットする川島、よく見て左へ、ここに佐々木、川島が走る、宮迫対応か、また少し戻してくる。激しいこの辺りは今日は非常にディフェンスの出足がいい伊賀 FC 久野一味へ。松久保からキーパーの伊佐志へ、畑中前線へボールを出す。ここに安西が走る、追いつく。ゴール前には西川、もう一人来る、東か、一旦後ろへ戻す、そのまま右足でクロスボール、ゴール前に上げてくる、最後絡んで飛び込んでいったのは10番の杉田亜美か、18番は東、この10番がキャプテンの杉田亜美です。佐久間中へ、杉田、あ、ちょっとこのパスが長すぎたか、おっコーナーフラッグに当たって外にボールが出ます。ここからプレッシャーをかけていく伊賀飼育の一味、そしてボールを相手にちょっとまたパスミスを誘う感じ。後ろからかなり激しくチェックに行っています。伊賀飼育の一味へ、
動き出す西川へ、二人がかり、杉田です。ここはスローイン、コーナー近くからのスローインになります。東です。後ろへ戻す佐久間、中央の宮迫、縦ボールを出す松原のヘディングのクリア、ホイッスル。ここは伊賀 FC 区の1名の方にファウルがありました。今の時間は伊賀 FC 区の1名が攻め込んでいましたが、なんとか我慢した形の野島ステラ神奈川相模原です。松原の棒、キックしたボール、縦、田中が走りますが、どうでしょう、追いつくか、ギリギリ、ギリギリなんて追いついた。しかし、その後、一旦外へボールが出ましたが、後ろからここ攻め込んできました、松原のクロスボール、松原のライナー性のクロスボール。最終ラインから攻め上がってきていました。前線に西川ワンタッチ、そしてここに森、いや失礼、安西、後ろへ下がらず宮迫、右の松久保でしょうか。まだボールは生きています。ここは最後鈴木彩香が外にボールを出しています。スローイン、杉田亜美、最終ラインへ畑中、左の東、ワンタッチダイレクト、粘って倒れながらパスを出す両チームとも、ちょっと勝ち星から離されて負けが込んできています。したがって本当にこの試合にかける勝利への意気込みというのが試合が始まった直後から感じられます。そんな中で先制ゴールは伊賀 FC 区の一味へ。前半の8分の西川、このボールも大事にいきたいところです。畑中、高いボールを上げてくる、西川へ、キーパー、しかしここは久野、ちょっと鈴木彩香のクリアし損ねたような感じでしたが、なかなかしかし野島ステラ神奈川相模原は画面の左サイドでの動きばかりで、伊賀 FC 久野市のサイドに入ることができませんが、ようやく南野、そしてまた南野から田中ですが、このあたりも相手のプレッシャーもあってうまくコントロールできませんでした。東、裏へ西川を走らせますが、ここは福住が落ち着いた対応を見せています。このあたりうまく絡んでいってボールを取る東、後ろへ鈴木博、シュートを打ってくる、いいシュート、クロスバーの上、抑えた、今のはいいシュートでした。
このシュートがクロスバーのわずか上を通過したところで飲水タイムということになります。前半の23分が経過したところで得点は1対0、伊賀 FC 久野市三重、前半の8分、西川の今シーズン2点目のゴールが決まってここまでリードをしています。では両チームのサブのメンバーをここでご紹介しておきましょう。野島ステラ神奈川相模原です。ゴールキーパー21番の森田ゆかり、ディフェンダーは3番石田みなみ、4番の桜本直子、23番大隅さや、ミッドフィルダーは13番北方沙絵、フォワードは20番の松田沙和です。そして伊賀 FC 久野市三重のサブのメンバーもご紹介します。ゴールキーパーは1番藤田鈴香、ミッドフィルダー6番野市彩、フォワードは16番竹島かな子、20番三橋飛鳥、4番に山崎直、9番道上彩香、11番の小川志保という7人の選手がベンチに入っています。今日はもう朝から青空が広がってこの日差しも照りつけています。非常にこのプレーする方もそして見ている方も心地いい中でのスポーツ日和ということになっています。ここはゴールキック、野島ステラ神奈川相模原、久野のキックからのゲーム再開。依然としてここまでボールを支配しているのはリードしている伊賀 FC 久野市三重です。田中カットする、前へ中野ワンタッチはたく、しかし後ろからまたチェックが早く来ています。なんとかボールを生かす南野、そして石田千尋、ここはボールずいぶん絡んでいます。26番の石田千尋、ここで副審の旗が上がって振られてファールを取りました。これは野島ステラ神奈川相模原、26番の石田千尋の頑張り。フリーキックになります。ボールのところには左足の中野真奈美、また右の佐々木美和も近づいてきました。セットプレーから同点ゴールが生まれるかどうかというところですが、中野の左足、精度のあるゴール前、いいところに転がっていますが、ああホイッスルが吹かれました。選手が1人ずつそれぞれ倒れています。激しいこの接触がありました。結果的には野島ステラ神奈川相模原の方にファールがありました。まあ、ここは起き上がってゲームを続けます南野です。キーパーの伊佐志、畑中の頭、右を追いかけます安西、ここは19番同士、安西とそれから鈴木飛鳥、鈴木彩香です。ここでボールを取る松久保、さらにあここは旗が上がっています。走り出した西川ですがオフサイドになりました。
少し逆風のキックだったでしょうか。キーパーの久野、南野、前へ、佐久間カット、しかしうまく南野が前へ出す。田中、石田千尋、前に2人バックパス、松原有沙、逆サイド、佐々木を狙っていきましたがちょっと届きませんでした。杉田亜美、安西から前にはちょっとパスが通りませんでした。ゴール前に縦一本、西川を走らせていきました。松久保、そして安西、ここに杉田亜美、平田がついていました。相手からボールを奪う。ちょっとこの前線のパスが通れないが絡んでいこうという中野。宮迫からの縦のボール、これは通りません。鈴木彩香のスローインですが、ここはやや相手の深いところに入っての以外 FC 区の一味へのスローインに変わります。松久保、宮迫、ゴール前、ニアサイド、オフサイド、旗が上がっています。ニアサイドには西川がいましたがオフサイド。依然としてこの左サイドでのプレー時間が長くなっています。ここまでです。なかなか攻めの形が作れなくなっているという感じの野島ステラ神奈川相模原です。西川、杉田から東か、ドリブルで左から左足シュート、これはまた浮いてしまいましたが、まあ、それでもあまりいい体勢ではなくて相手のディフェンダーもいる中、18番の東のシュート。バックパスを回していく杉田、左足でゴール前に、また詰めていたのは東夏樹。同点のゴールを願う相模原祇園スタジアム、野島ステラ神奈川相模原のサポーターです。だいぶこの風で戻された感じのキックになりましたが、風の強まる時間帯、そして弱くなる時もあります。南野、川島、そしてちょっとトラップミス、杉田がボールを奪う、シュート打ってくる、安西のシュートをブロックする、逆に今度は川島、カウンターできるかどうかですが、左へボールを出す、これがつながるかどうか。佐々木がボールを持つ、ゴール前には中野がいますが、マークには宮迫ついている。いやー、ここは宮迫の守りの強さ。そしてライン際、ボールが生きています。杉田亜美、あ、後ろからここは倒したがノーホイッスル。鈴木彩香が戻って守りました。ゴールキーパーから最終ラインで組み立てていこうという野島ステラ神奈川相模原。川島からボールを取る杉田、ただここは福住のクリア。追いつく宮迫、
久々にボールに触ったか伊佐志。これはボールは外に出ていない。杉田がよく生かしました。右からですが、今度は鈴木愛佳のいい守り。安西からボールを取りました。ただこのボールをまたカットする。杉田右足でゴール前、ニアサイドに西川、そして東のシュートか。これは浮いてしまいました。まあ、得意の左足ではなくて右足のシュートを打ってきました、この18番の東。前半からこの東もシュートの数も少し多くなってきている感じですが、ここはカットする佐久間。失点も野島ステラ神奈川相模原はちょっとミスからでしたが、東が抜けていく、抜けていく、左足でゴール前だ。西川いますが合わせることはできません。逆サイド安西も走っていましたが、ここは外へ逃げた形になります。前半の35分が近づいてきていますが、ほとんどこの画面の左サイドでボールが回っている感じです。まあ、それだけ先制しました以外不思議区の1名がペースを握っているということでもありますが、杉田切り返す、うまく後ろから来る、そしてゴール前だ、流し込むか。ここは最後は森のシュートだったと思いますが、この17番惜しいところ、久野もゴールキーパーよく守っています。コーナーキックになります。鈴木千尋が蹴ります。以外牛久野一三重、ちょうどゴールのところ、ゴールキーパーのところには森、2番の166センチの畑中上がってきました。鈴木千尋の松久保がシュート、相手のディフェンダーに当たりましたが、後ろから佐久間のクロスボール、まだボールは伊賀吉久の一名でしょうか。ゴールラインを割ってここはゴールキックに変わりました。まあ、前半これ以上失点はしたくないところの野島ステラ神奈川相模原。ちょっとこの辺りは上空見上げてしまった松原。まあ、それだけ相手のプレッシャーを感じているということでしょうか。珍しくミスがありましたが、ここはゴールキックになります。攻めの形がここまではほとんどない感じの野島ステラ神奈川相模原。得点源の南野もかなり後ろに下がっています。鈴木彩香がバックパス、いやここまたキーパーとそれからその反対側でもプレッシャーをかけていっていましたが、以外飼育の一見へ。南野のスローイン、逆サイド佐々木、こちらは比較的スペースがありますが、ゴール前南野がいますが、いいところ南野トラップする。あーちょっと後ろへのパスですが、まあ、横へのパスという形ですが、ここはつながらない。逆襲という形になるか。西川前線、西川倒された、激しくいって福住、倒されたのは西川。今は松原がちょっと注意を受けてますね。主審の坊園さんから少し注意を受けた感じの松原。
畑中のキック、東へですが、ここはちょっと通りませんでした。ここで少し自分たちのボールにしたいんですが、そうはさせずと、本当にディフェンスの出足が速いが、フィークの決め、しかし南のボールを取って前へ、前線にいました中野、対応に行ったのは畑中、中野、でパスが通る南野、右からつながる前にタッチラインからボールが外に出ました。ノーホイッスル、ただしここは少しこの伊賀市久野市陣内でプレーが続いています。野島世良、片川、相模原、ただここはボールを取って東後ろから田中のディフェンスですが、長いドリブル、左に西川が開いていました。フォローがあるかどうか、後ろに下がる鈴木志弘から縦、ペナルティーエリアの中に入りましたが、もつれて倒れて、倒されたのは森ですが、そのままノーホイッスルでゴールラインを割ります。ここはゴールキーパーからパスを出させなかった伊賀市久野市三重。足を伸ばしていこうという西川、ここは松原、追いかけるのは西川ですが、キーパーの久野、左へ鈴木彩香、川島、そのボールを取る杉田、裏へのパスですが福住がクリア、前半も残り時間が少なくなってきました。41分を回っています。杉田、上がってきたのは右からゴール前だ、ヘディングシュート、西川、ニアサイド合わせていこうというところ、クロスバーの上を通過していきましたが、またいい攻めを見せていました。右から安西、そのクロスボールでした。西川、また西川、後ろからここはゴールキーパー、なんとか久野が抑えた形。あわよくばもう1点この前半にというような攻めを見せています。伊賀市久野市三重、また杉田亜美ボールを取るか、いや、なんとか落ち着かせたいところですが、野島世良、神奈川、相模原、松原、福住、鈴木彩香、そして川島、佐々木がいますがダイレクト、佐々木が行く、そして縦中野がしていきましたが、ここは畑中クリア、ようやくちょっと深めのところまで攻め込んできています野島世良、神奈川、相模原です。左足でゴール前に上げてくる、いや出足よく畑中か、鈴木彩香のクロスのボールですが通させない、バックパスですがキーパーも大きく前に出てきています久野、石田千尋、あ、ここはちょっとドリブルで取られてしまいました。西川、そして森、走っていく左、東ですが、鈴木千尋の縦のボール、
西川を狙ってきたところ、先制点の5番の西川、マークについていたのは27番の18歳の福住。ボールが生きている。これは以外シークの1名チャンスになりそうだ。ゴール前西川に合わせるというところ、いやなんとか川島も戻ってクリア。本当にこの前から狙っている以外シークの1名、松久保の左足のクロスボール合わせようという森。まあ、前半は圧倒的に伊賀吉久の一見が攻め続けているという感じでしょうか。ここに南野、ここも前でカットする。東が中へ、杉田亜美、南のボールを取る。ここからどう展開するか。佐々木、前線へ行きたいところですが出足がよく、ここはまた以外不思議の内見へ、杉田亜美、そして安西、右の松久保、縦に西川が走っていく。セカンドボールも拾っている以外飼育の一見へ。前半のアディショナルタイム目安は1分です。ほとんどアディショナルタイムありませんが、うまく相手壊して簡単には上げませんでした。鈴木彩香と安西由加、19番同士の争いが続いていますが、戻して杉田亜美、高いゴール前のボール、ここでホイッスルが吹かれました。前半が終わりました。得点は1対0。前半の8分に伊賀FC久の市三重、西川の今シーズン2点目のゴールが決まって先制。まあ、その後もなんとか攻めに行きたい、同点を狙いたい野島ステラ神奈川相模原だったんですが、ボールを支配していたのは伊賀 FC 久の市三重というような展開で45分が終了しました。2020プレナスなでしこリーグ一部第17節、野島ステラ神奈川相模原対伊賀 FC 久の市三重、前半終わって1対0と伊賀 FC 久の市三重がリードしてハーフタイムに入りました。
神奈川県相模原市の相模原ギオンスタジアムで行われています2020プレナツなでしこリーグ一部第17節野島ステラ神奈川相模原対伊賀 FC くのいち三重、まもなく後半が始まろうとしています。前半終わって1対0伊賀 FC くのいち三重が8分に西川の先制ゴールでリードをして、まあ、前半ペースを握ってそのままハーフタイムへというような流れでした。その悪い流れを断ち切りたい野島ステラ神奈川相模原、北野監督動いてきました。選手交代です。3番の石田美波と4番の桜本直子が入ってきました。14番の田中芽生え、24番の中野真奈美に変えて2人選手を交代してきました。野島ステラ神奈川相模原です。後半のキックオフ、今度は伊賀 FC くのいち三重、杉田亜美のキックオフで後半の45分間が始まりました。画面右サイドに野島ステラ神奈川相模原、赤と青のユニフォーム、そして画面左サイドにはシルバーのユニフォームの伊賀 FC くのいち三重。佐久間左足でゴール前へ、クリアしたのは松原。選手2人交代させてなんとかこのリズムを変えようという野島ステラ神奈川相模原です。切れ込んでいってどうでしょう、ゴールラインを割ったようですが判定はゴールキックになりました。まあ、前線のあるいは中盤の選手というよりは守りの選手、要の石田美波とそして桜本直子が入ってきています。野島ステラ神奈川相模原、まあ、最終ラインはしかし3バックですか、真ん中に福住、右に松原有沙、そして左に鈴木彩香という感じ。したがって、まあ、ポジション的にはディフェンスの石田南と桜本ですが中盤よりちょっと前の方でプレーをさせるという感じなんでしょうか。裏をついてくるがどうでしょう、バックパスでここはゴールキーパーの久野、こちらが左足の鈴木彩香、縦へボールを出しました。走っていったのは南野ですから4番ここは桜本が今のポジションで言いますと南野の後ろあたりでしょうか。そして川島がさらにその後ろ、平田中盤、今ヘディングで行ったのは石田千尋、クリアしたのが今石田南です。裏をつく宮迫、まあ、石田南はそのまま田中のポジションについたでしょうか。右サイドバック、今バックスタンド方向にボールが出ていきましたがその石田南がスローインです。鈴木千尋が前へ、この辺りは倒れながら鈴木亜美、ホイッスルが吹かれています。今ようやくちょっと起き上がったところです。杉田亜美、ちょっと声をかけたのは26番の石田千尋。キーパーの伊佐志、佐久間ボールを中に入れる、森、ここはゴールラインを出ていきました。まあ、1点リードをされている野島ステラ神奈川相模原、当然点を取りに行かなければいけません。まあ、1点失った後もほとんど相手にボール支配されていましたがそのあたりをどう変えてくるか。一方のリードしている以外シークの一名としては前半はいい出来でした。ボールを取る南野、逆サイド選手が走るがここがカットする、うまく足を伸ばした佐久間、森のヘディング、ここでホイッスル、オフサイドがありました。
前を見て、ちょっと選手がいないところでしたが、桜本が前線に入っています。まだボールが生きている桜本、ワンタッチ、ここは逆にスルーパス通させない。このあたりまた前線へのプレスが変わっていません。東さあ、ハーフタイムのコメントが入ってきましたのでご紹介しておきましょう。野島ステラ神奈川相模原北野誠監督、まずワンタッチプレーを意識すること、背後のスペースをもっと使おうということで、ピッチを広く使うというような指示が出されていました。リードをされている野島ステラ神奈川相模原、松原が縦逆サイドワンタッチ、ここが佐々木、走らせる川島、前には宮迫、前線への争い、ここで平田勝って、南の最終ラインからまたちょっと浮かせたパス、セカンドボールを拾いたいところ、支配できるかどうかですが、続き合いか、ちょっとパスが緩いと すぐにプレッシャーかけていきます。今安西縦スローインです。一方の伊賀 FC 久野市三重の大竹直人監督、支配できている、これを続けることということですが、倒されたがホイッスルありません。ゴールキックに変わりました。そして集中力と攻守へのチャレンジをすること、ミドルゾーン、ミドルレンジからのシュート、それと3人目の動き、セカンドボールへのポジションと、さらに前を向くこと、前向きというような指示が出されていました。宮迫、ここは佐々木美和、外へ川島へのパスですが、これが通らない。前半に比べますと、まあ、後半の立ち上がりですが、少し盛り返してきている感じの野島ステラ神奈川相模原、川島倒されました。ただ伊賀市の一三重のディフェンスの出足も悪くはありません。フリーキックです。まあ、このキッカーの佐々木の目の前に北野監督がいますが、選手たちの一塊になっている位置はゴールからは少し離れたところ、鈴木彩香の左足、ここに野島ステラ選手はいません。前にボールを出させない佐々木美和の体を投げ出してのプレーです。まあ、今の佐々木のプレーが野島ステラ神奈川相模原のこの選手たちの後輩への意気込みを物語っていますが、なんといっても今シーズンホーム最終戦です。しかも4連敗中、ここでなんとか勝利を得たいところ。ただリードをされている、リードしているのは伊賀市の一三重、こちらも6連敗中。出足がいい、前半とはこの辺りだいぶ近くなってきました。野島ステラ神奈川相模原です。後ろから森、松原から久野、ここに川、ヘディングでの争いはできませんでしたが、キーパー伊佐志へのプレッシャー、南野、まあ、やはりこういって追いかけていくとミスが出ます。
松久保がゴール前に浮かせてくる。ここは鈴木志博が拾う。左足でゴール前、ちょっとこれがいいボールを蹴ることができませんでした。佐久間、鈴木千尋が拾って浦和のパスですが、松原が相手のパスをカット。キーパーの伊佐志、これがパスつながります。鈴木亜美、畑中、前に西川、そして森から左へ切れ込んで右足でシュートを打ってきました。なかなかいいシュートでしたが、最後佐久間だったか、ちょっと今右足でした。プレッシャーをかける安西か、そしてこのボールが伊賀吉久の一三重のスローインに変わります。この辺りまだボールが生きている、生きている、どうでしょう、倒されてもつれていますが、ホイッスルが吹かれた。倒されたのは安西か。ペナルティーエリアのわずかに外という位置。ここはチャンスを迎えました伊賀吉久の一味へ。キックをするのはキャプテンの杉田か。ボールのそばにもう一人、左足の佐久間は今離れていきますか。ここは杉田のキック、壁は2枚です。チャンスを迎えています。グラウンダーです。ニアサイドこぼれたがクリアする。ただここは鈴木千尋が拾います。直接シュートを打ってきましたか、あるいはゴール前に上げようというボールか。松原が前にいて体に当たりました。バックパス、ここから伊佐志。さあここはまだ安西、安西と石田千尋か。安西粘って出した、そして杉田亜美、ゴール前だ、クロスボールか、あるいはシュートか、いいところに、面白いところに飛んでいきましたが、ポストの左側、最後杉田亜美がシュートか、あるいはクロスかというような際どいボール。佐々木、ホイッスル倒れました。今日はよくボールに触っています、この10番のキャプテンの杉田。キッカー宮迫、長いキックも正確なところに蹴ることができます。ゴール前に上がってきたキーパー出られません。こぼれてシュート打ってくる、壁に当たりました。もう一度ここはうまくボールをパスを出した、そして安西ゴール前、ライナー線のボール、このボールがどうでしょう。なんとかタッチラインから出ました。ここはまた伊賀吉久の一味が攻めている時間帯です。杉田がうまくかわす、鈴木彩香をかわしてグラウンダー、ゴール前ニアサイドですが跳ね返る。もう一度今度は安西、杉田、フォローしている松久保、ここで落ち着かせたいところですが、桜本、ようやく野島ステラ神奈川相模原ボールにしました。
やや支配されていましたが、ここは集中力を切らすことなく、まあ、失点2点目の失点は喫していません。ただ前に攻めの形がなかなか作れない野島世田神奈川相模原、まあ、この辺りは南野とそれから畑中が激しいこの攻めぎ合いがありましたが、ホイッスル、野島ステラ神奈川相模原、松原ファールをもらいまし取られましたか。ここはまた宮迫のボール、石田南、鈴木千尋、ここは折り返したボールですがカットする松原、そして杉田、中央松久保、戻して宮迫、前へ西川か、そして森、左に展開、ここに東、東と石田南、少しまたこの時間帯は前半のような形になりつつあります。ボールを支配して、そしてほとんどこの野島ステラ神奈川相模原陣内での展開が続いています。今は風が少し出てきて、どちらかと言いますと野島ステラ神奈川相模原の方が風上というところです。石田が逃げて桜本絡んでいきましたが、桜本の頭、川島ワンタッチで前へ、まあ、この辺りは野島ステレ神奈川相模原の北野監督もハーフタイムでワンタッチプレーを意識というような指示が出ていました。まあ、なかなかボールを持つとすぐに今日は伊賀飼育の地味への選手とプレッシャーがきます。鈴木千尋が縦走っていったのは東、なんとか松原、後ろからフォールがある鈴木千尋、最後は福住が外にボールを出しましたか。照明塔の影も少し長く伸びてきています。ピッチ上です。これまた伊賀飼育の一名がチャンスです。22番の鈴木千尋、コーナーキック、野島ステラ神奈川相模原、赤と青のユニフォームすべてゴール前に来ました。鈴木千尋ゴール前、いいボールが上がりましたが、ヘディングシュートを打ってくる、最後どうだ、杉田美香、ヘディングシュートですがクロスバーの上でした。
南野、そして川島、この縦パス、キーパーが見送ります。伊佐志です。前半の8分に西川のゴール、1対0とリード。伊賀吉育の一見え、3試合ぶりの得点です。なかなかこの今日は守りもしっかりしていて、ヒヤッとするようなシーンが試合が始まった直後ぐらいだったでしょうか。あとはほとんどこの野島ステラ神奈川が相模原陣内でボールが回っている感じ。ここも粘っています。うまく体を入れ替えますが倒された。安西、そして画面の左、ちょっと痛んだでしょうか。今日は先制ゴール、前線で体を張っています。今5番の西川が前へ走っていきました。宮迫、これもキーパー出るがいいところに蹴ってきました。後ろから詰めていますが、もう一度左足、安西、大きくこれは左へ飛んでいきました。しかしシュートで終わるシーンも多くなってきています。伊賀FC久野一三重、まあ、攻め切っているという感じが出ています。石田南、まあ、前線が孤立している感じ。前には南野、それから川島、まあ、あるいは後半から入ってきたか、今桜本、この辺りがいますが、いい形でボールが渡りません。早いリスタート、ここは安西がカットする。そして右から走っている松久保か。一旦ここは止めてかわしにかかろうというところでしょうか。もつれましたがゴールキックに変わります。まあ、前半の8分の失点もちょっとパスのミスからというところがありましたので、このあたりは野島ステラ神奈川相模原も本当に気をつけなければいけません。ここで今後半の飲水タイムということになりました。相手に前線からプレッシャーをかけて、そしてちょっとしたミスを誘ってチャンスを作る、あるいはこの守りの出足が非常に今日はいい。ここまでのゲーム展開、伊賀FC久野一三重、まあ、野島ステラ神奈川相模原としてもなかなかその素早い相手ディフェンスのプレッシャーの前に思うようなプレー、そしていいパスというのも出せずにいるという感じです。北野監督もなんとかこの前半のペースを変えようとハーフタイムで2人選手変えてきましたが、まあ、ここまでの展開を見ますと前半となかなかこう変わらないというような内容が続いています。久野のキック、そしてここは佐々木が行きますが、佐々木と松久保、松久保バックパス、これも風でちょっと戻された感じです。オフサイド、旗が上がっています。前半も何本か野島ステラ神奈川相模原オフサイドがありました。伊賀吉育の一名、最終ラインは右に松久保、真ん中に宮迫と畑中、
そして左に佐久間という4人のディフェンスです。松原、これがまたでも最後には伊賀吉久の1名の選手に当たって相当にボールが出て、スローイン畑中、前の西川へ、また拾う西川にボールが収まる、右から展開する、いいところ走っていく、ややスペースがあって安西です、右足でゴール前に上げてくる、キーパー出る、いい判断です久野。ここで前線桜本にヘディング、ここで走っていきますがスピードのある南野、落ち着いた対応しかし見せます。佐久間から左、東、東の左足のクロスボール、ゴール前水気合いか、後ろから来ている、パスがつながる、うわしかし安西からボールを取る、佐々木美和がもう後ろまで戻ってきていました。今自分たちのボールにします、プレッシャーをかけて、そして相手のボール取れるかどうか、ここは前へ出す、桜本の頭、後ろから松原、このボールへの働きかけですが、オフサイドはどうでしょうか、オフサイドありません、西川が行く、切り返す、エリアの中に入って左足をシュート、もう一度跳ね返った、後ろへ戻す、ここで安西でしょうか、やや倒されましたが、そのままプレーは続いています。佐々木、うまく体を入れ替えたか、桜本、フォローがある南野、南野には2人3人囲んでいこうというところ、外に出して、あただここは伊賀吉久の位置、三重ボール、川島、ワンタッチ、松原、前線に縦のボールを出しても疲労選手がいません、野島、世羅、神奈川、相模原、逆に裏を突こうということで、キーパーのここは久野がよく出た、西川倒れながらパスを出す、安西が勝負に行くかどうでしょう、右足で折り返すクロスボールか、バーの上を通過していきました。1対0とスコアのまま時間が過ぎていきますが、川島追いかけて追い越していく、佐々木、ゴール前には南野がいますが、ゴール前どうでしょう、南野がうまく反転する、しかし囲んでクリアしました、ただここはコーナーキックになりました、久々のこのコーナーキックになります。このセットプレーは生かしたいところですが、野島、ステラ、神奈川、相模原、佐々木がキッカー、そばには川島がいますが、この川島へ佐々木、ここでクロスボールを右足で上げてくる、巻いてくるボールだ、キーパーここは優しい、素早く前へ杉田です、カウンターどうでしょう、前に鈴木千尋が走っていくか、あこの辺りはルーズボールになりますが、取ったのは杉田、ゴール前、うまくかわして縦、桜本、
松原、川島、ここは外に逃げた形、畑中、ダイレクト川島、オフサイドはここはありませんか。スピードがある、抜けていく、どうでしょう。ここはゴールラインを割っていきました。最後は平田、18番の平田が絡んでコーナーキックをまた取りました。さっきと同じコーナーキック、ショートコーナーを先ほどは使いましたが、同点のゴールを期待するスタンドの乗りましたら神奈川相模原サポーター。佐々木のボール、ニアサイドを狙う、そらす、いやまだ、もう一回佐々木、そしてここにもう一人川島、右足で丁寧に上げてくる、ゴール前だ、倒されてホイッスルがありません。まだプレー続いている、粘って佐々木、このボール、あ、最後は落ち着いて伊佐志、際どいプレーがこの伊賀 FC 久の市三重のゴール前で続いていましたが、ホイッスルはなく、最後はこの伊佐志のキック、はいはい、伊賀 FC 久の市三重は選手の交代を用意しています。大竹監督もここで動きそうです。77分が経過しています。後半の32分が過ぎたところです。あ、そして野島ステラ神奈川相模原の方も選手交代があります。野島ステラの方は26番の石田千尋に代わって13番が入ってきました。北方紗恵、13番の北方紗恵が入って石田千尋が下がってきました。そして伊賀伏の一見へ、今北方紗恵がゴール前へ。ここは伊賀 FC 久の市三重は山崎が用意していますが、このセットプレーの後ということになりそうです。ヘディングで森、まだ外に出ていない、生かしています。いや高いボール、森の左足をシュート、振り向きざまの森のシュートですが、キーパーここは久野、前へフィード、桜本の頭の上を通過して、ここはどうでしょう、南野か、川島も走っていく、そしてその川島へスルーパスです。キーパーとディフェンスの間をスルーパス、グラウンダーで出してきましたが、ちょっと長すぎて追いつきませんでした。ボールキックに変わります。ここで選手交代です。鈴木千尋に変えますね。4番の山崎が入ります。失礼、東が変わります。18番の東に変わって、この4番の山崎直が入ってきました。まあ、今日は伊賀 FC 久の市三重ベンチに下がった18番の東夏樹、ディフェンス登録だったんですが、今日はもう攻める機会が多くありました。その東に代わってフォワードの山崎、安西が前へ、そして杉田、裏をつくパスがここは通ります。右のコーナー近く、鈴木千尋、マイナスボール、シュート打ってくる、グーッと西川、これが際どい左ポスト、その外側でした。いやー、いいシュートを打ってきました、今日先制ゴールの西川。
今もほんのわずか外れたというところでした。川島裏をつくスピードを生かす南野が走っていく、その前に体を入れる松久保、いや佐久間だったでしょうか、失礼。佐々木の後ろい宮迫が相手の川島の前に体をしっかり入れてきました。ここはゴールキック、川島に頭でつないで、ああしかしここはオフサイドですか、旗が上がっていました。ここは主審の坊園さんが少し急ぐようにというふうに指示を出しましたが、ここまたオフサイドです、まあ、リードされていた早く同点に追いつきたいという焦る気持ちがありますが、野島ステラ神奈川相模原、まあ、そのあたりはしかし以外不思議の一味へもセンターバックの宮迫畑中中心のディフェンスラインもしっかり対応しています。石川のヘディング、鈴木彩香、縦、松久保、杉田、逆サイド、ちょっとフリーの選手がいますが、そこに山崎です。後半入った山崎ですが、つながらない。後半入ったフォワード登録4番の山崎が今ボール。ロイのボールを受けようというところですが、今この辺りは絡わしてゴールラインギリギリいっぱいです。ニアサイド、そして後ろからシュート打ってくる。最後は森のシュートか、これまで入っていません。もう一度左足でゴール前、ボールが反対方向抜けていきます。いやここもチャンスを作りました。以外飼育の一見へ、森から松久保、そして左へ山崎というところでしょうか。杉田が行きますがゴールキーパーの久野、一瞬早く蹴ります。畑中、山崎にはこれパスつながりません。後半も
40分、通算85分が経過しています。得点は1対0と伊賀 FC 久の内三重。前半の8分、西川の先制ゴール。ここまではその1点だけ両チーム。杉田がうまくボールを取る。そしてゴール前ですが、ここはうまく上げさせませんでした。最後は27番の福住の対応でしょうか。ただしコーナーキックにまたなります。伊賀 FC 久の内三重。鈴木千尋です。まあ、どういうボールを蹴ってくるか。西川、畑中、それから松久保あたりがゴール前固まっています。巻いてくるボール、ここはしかしゴールラインを割っていました。叩いて左から、そして裏をつく、この辺りはスピードがある杉田ですが、どうでしょう、左足折り返すか。キーパーがキャッチ。ゴール前に逆サイド、川島がいますが、よくパスを通させませんでした。松原、そして南野、左を使う、ここは佐々木、ワンタッチ、高いボール、桜本、しかしゴールラインを割っていきました。フィニッシュまで持っていくことができません。野島ステラ神奈川相模原。現在4連敗中、そのうち3試合が1点差負け。この試合もリードは許しています。その差わずかに1点。後半もここまでのペースは伊賀 FC 久の内三重というふうに言っていくと思います。セカンドボール本当によく拾っていますが、ここはパスはつながりません。もうすでに88分が経過しています。後半もそれほどアディショナルタイムがあるようには思えませんけれど、南野に対しては激しい当たり、森です。山崎が縦、外にはこのボールは出ていない。倒れていますが、この辺りはまだボールを取って、そして南から左へ展開する。縦には川島がいますが、その川島にここに出す、赤と青のユニフォームがゴール前に迫っていく。裏を突くパスですが、畑中クリア。わずかに追いつきませんでしたが、佐々木、ただここはスローイン。伊賀 FC 久の内三重はここで2人の選手交代を用意しています。佐々木が中にボールを入れる。北方がボールに絡んでいきますが、ホイッスル。伊賀 FC 久の内三重ボールということになります。今90分が過ぎました。アディショナルタイムはどれくらいか、今ちょっと選手の交代でまだ時間が表示されていませんが、
ここはゴール前キーパー伊佐志。もうすでに伊賀 FC 久野市三重は6番の野市とそれから11番の小川の2人が用意をしています。安西と鈴木千尋に代わります。野市綾と小川志保が入ってきました。鈴木千尋と安西由香に代わります。2人の選手交代。鈴木彩香が高いボールをゴール前に出しましたが、ちょっとボールが外に出てしまって天を仰ぎました松原。アディショナルタイムに入って1分40秒経過しています。ここは小川がゴール前に上げてきますがゴールラインを割っています。ボールが外に出る。今ピッチに入ったのは6番の野市。スローインは佐々木。この辺りはやはりもうほとんど時間もないということで野島ステラ神奈川相模原選手たちにも焦りが当然あります。外にボールが出ています。まだプレーは続きます。ここは副審の旗が上がっています。ファールがありました。ここはカードが出ましたね。イエローカード。野島ステラ神奈川相模原27番の福住空にイエローカードが出されたようです。フリーキック。アディショナルタイムに入って3分経過。もうあとワンプレーぐらいでしょうか。裏をつくパスですがゴールラインを割っていきました。主審の坊園さんはまだ時計は見ていません。桜本立て浮かせたボール、ここでホイッスルが吹かれました。1対0、野島ステラ神奈川相模原対伊賀 FC 久野市三重は1対0で伊賀 FC 久野市三重が勝ちました。これで伊賀 FC 久野市三重は連敗を6で止めたということになりました。野島ステラ神奈川相模原選手たちも懸命のプレー、得点を狙いに行ったんですが敗れてしまいました。これで、また連敗脱出というのは最終節にお預けということになりました。この試合はやはり終始伊賀 FC 久野市三重の方が試合の主導権を握って危なげないゲーム展開、90分戦い抜いたということになります。前半の8分に西川の今シーズン2点目、見事なゴール、右足。この1点を選手たちが一丸となって守り抜きました。ホームの野島ステラ神奈川相模原は敗れてしまいました。これで野島ステラ神奈川相模原は4勝2分け11敗、勝ち点14変わりません。伊賀 FC 久野市三重の方は4勝2分け11敗、勝ち点14で野島ステラ神奈川相模原と並んだということになりました。2020シーズンのプレナスなでしこリーグは新型コロナウイルス感染拡大防止の対策を取り、観客を入れての開催となっています。開放する観客席や指定席、自由席の設定、当日券販売の有無など通常とは異なる運用となりますので、ご来場の際は事前にホームチーム各クラブの公式ホームページでご確認ください。
またなでしこリーグ公式 YouTube チャンネルでは一部リーグの全試合を生中継で配信しています。2020プレナスなでしこリーグ一部第17節、野島ステラ神奈川相模原対伊賀 FC くのいち三重は1対0で伊賀 FC くのいち三重が勝ちました。実況は柴崎博士でお送りしました。なおこの後野島ステラ神奈川相模原、今シーズンこれがホーム最終戦ということになります。この後インタビューとそしてセレモニーがピッチ上で行われることになっています。インタビューが始まるまでどうぞしばらくお待ちください。今シーズンはコロナで練習にも試合にも影響がある中だったと思うんですけども、監督自身チームを作り上げることの難しさは感じられていましたでしょうか。まあ、それは、はい、その中で今シーズン選手の成長をどのように感じられていますか。別に今言うことじゃないし、またあと明日来週終わってここからだと思います。最終戦ということで皆さんも多く参加されたしないですが、本当に皆さんに一言お願いできますか。本当に申し訳ないので。それでは最終節に向けて最後に一言お願いします。最後頑張ります。ありがとうございます。最後までした。ありがとうございました。続いて石田美香キャプテンがいます。お疲れ様でした。サポーターの皆さんに見守られながらの最終戦でしたが、もう最終戦振り返っていかがですか。勝利で飾ることができなかった。今シーズンはサッカースタイルが変わった中で厳しい試合もあったと思います。キャプテンとして苦労した点はどこにありますでしょうか。いや、本当勝てる試合が少なくて、もっともっと自分自身うまければとか、このチームまとめればっていうふうに思ってました。ただ今年は新型コロナウイルス厳しい状況の中でもチームとして得たものはあったと思います。いかがでしょうか。ないんで、それが結果に向き付けば出たって言えるんですけど、まだまだだなってしか思ってないです。その中、今日は本部最終戦、サポーターの皆さんたくさん集まっていただきました。サポーターの皆さんに向けて一言お願いできますか。はい、なかなか勝つことができない中で、こうやって今日は本で応援してくれて、また画面越しにも応援してくれまして、ありがとうございます。また次節頑張りたいと思うので応援よろしくお願いします。この後、メインスタンド前にてホーム最終戦セレモニーを実施いたします。開始まで今しばらくお待ちください。Thank you.